はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のナーススクールやってまいりました。いやということでですね、さあやってまいりました。今回はですね、やってまいりました NCT127 からテヨン君の2バディーズ、こちらを見ていきたいと思います。というところで収録ボタンをよろしくお願いします。さあ見ていきたいと思います。まずはですね、著作権の関係もありますので、音なしでこちらで聞かせていただいて、僕のリアクションを存分に楽しんでいただいた後ですね、音をちょっと速度落として音出してみていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それではいってみたいと思います。レッツゴーガイチャス。おー、おぉ。おぉ。いや、もう乗り、おぉ、かっこいい。おぉ。うわぁ。だから語った。うん。おん。うわぁ、なにそれ。はぁ、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 せーの、あー、くっやばい。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 どうなってるの。すごい、もうなんかこれよね。これよね。
なんかもうその僕たちは非現実を味わうためにっていう形とあるかもしれないですけど、味わいたくてっていうところがあるわけじゃないですか。その筆頭ですよね、やっぱね。かっこよすぎる。もうこの出方よ。いやもう、うわかっこよすぎる、本当に。もう、このノリ、ここからの、ぐやーしゃーすごいな。もうなんか、アイコンですよね、時代の。時代を感じられるんですよね。なんかテヨン君を見ることによって。2022年ですよね。なんでしょう。なんか、本当にいるじゃないですか。その年を象徴する人たちっているじゃないですか。やっぱね、テヨン君ってそういう人だよねっていう。いや、ここやば。やっぱちょっと異質なんだよな。そしてあのシルエットがちょっとね、やっぱり独特なんですよね。こういうところとか、手足の長さと多分上半身の作りですね。明らかにやっぱり足の面積、締める面積が大きいじゃないですか。下半身のにスッツの上半身が乗っててみたいな。で顔も小さくて、でちょっとこのね、もちろん腰をやってしまったっていうのもあると思うんですけども、そこをカバーするようなその体の使い方になってるので、ちょっと硬さが出るんですよね。背中を丸めたね、あのゆうたくんの時もちょっと話しましたけど、そのこの感じの姿勢がね、これかっこいいんだ。これがもうテヨンくんの味になっていて、でこのスタイルとネオカルチャーがめちゃくちゃ相性がいいんですよね。ネオカルチャーっていう、やっぱり見たことのない景色というか、未来じゃないですか。っていう、その、描く、まだ本当にそこにあるのかどうかわからないけども、こうだろうなっていう、空想の世界にぴったりの踊り方をしてるというか、見たことがあんまりやっぱないんですよね。こういう、その姿勢だったりとか、シルエットで踊るっていう。あとはこのちょっとサイボーグチックな表情で踊る部分とか、やばい。こういうシルエットがね、本当に好きだ好きだ、僕は好きだ。サビちょっとこう反る感じ、このシルエットのかっこよさ、すげー。でやっぱりそのラッパーさんだからの乗り方ですよね。ちょっとね、ちょっと回ってるんですよね。こうじゃなくてこうなってる感じ。ちょっとピッとこれ、ああ、なな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 、突然、ふと突然その首をブンっていう風に動かしたりとかするじゃないですか。もうね、ファッションなんですよね。もうそのなんでしょう、テヨンくんというスタイルなんですね。あのストリートウーマンファイターのあのジャッジもやってらっしゃったりとかで、今回もストリートメンファイターでマクちゃんと一緒に歌ってるリットっていう楽曲あったりとか、そのダンスシーンだったりとか、まあそのストリートシーンにおける見聞も広いと思うんですよね、テヨン君って。なのでやっぱりちょっとね、ここ最近のダンスのスタイルがまた磨きかかってるんじゃないかなと思って。ズーの時もそうですし、ダンスっていうものに対するなんかね、意識みたいなものがより研ぎ澄まされてる気がしていて、
足長い。てってれてってれてって。ちょっとこう、うわってなった顔の感じとか。ここやばいわね。カメラ。おお。はあ。なんだ。ここよ、ここよ。やばー。トレンドですよね。これよね。これが時代ですよね。あー好きだ。好きすぎる本当に。この低さもな。圧倒的に足の長さを残した状態で低いが取れるってやっぱすごいことですよね。どうやって確立していくんだろう自分のこういうダンススタイルというものを。こだわりがありますよね。だからすごく踊り方とか自分の表現の仕方みたいなものに。やばい。あ、ここもちょっと溜めるんですね。ツーベリツーベリドドンツカドドンツカ。いやカメラさん分かってるな、さすがだな、寄るよねっていうね。いやーすごい、本当にすごい時代ですね。時代をずっと感じる。こんなにずっと旬である人ってやっぱいるんだっていうね。時代の寵児というのはこういう方のことを言うんだなってちょっと思います。すごい、本当にいろんなダンスのスタイル僕も見てきてますし、いやいいなっていうもうダンサーさん、好きなダンサーさんたくさんいるんですけども、テヨン君の踊り方は結構その中に普通に入ってきますね。これはねたまらないですね。ダンサーさん的にも結構たまらないっていう風におっしゃる方多いんじゃないかな。テヨン君のこの踊り方はやべえかっけえなみたいな、フレーバーめっちゃ出てるなみたいな風に、多分テヨン君のこと知らない人が見てもこれはねどっぷりハマるんじゃないかなっていう風に思うので、ちょっとまた広めて回ろうという風に思っているところでございますので、皆さんの感想もよろしければぜひ下の方からいただけたら嬉しいと思いますので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。